川村選手10番のティーショットです。前半は3アンダーで折り返しております。トーナメントリーダーです。フェアウェイ真ん中です。ナイスショット。マサダ夢の選手です。10番ティーショット、前半1アンダーです。真ん中です。フェアウェイ真ん中、ナイスショット。平塚ハム選手です。前半1アンダー、ティーショットです。ちょっと右、川村選手第2打です。ピンに向かって飛んでいます。距離は乗りました。ナイスオン。松田選手第2打、当たりよし。距離はちょっと右ですが、ギリギリ乗っています。平塚選手第2打、ちょっと日陰気味です。つま先上がりでした。左外しました。平塚亜美選手第3打、寄せ切ることができるか、パーでしのぐことができるでしょうか。約30ヤードのアプローチショットです。いい感じに打ててるんじゃないでしょうか。川村選手のバーディーパットです。約15メートル、ちょっと打ち切れませんでした。松田選手惜しい。ナイスタッチ、ナイスパー。さあ平塚選手、下りのフックラインです。パーセーブなるか。川村選手パーパットです。ちょっと見違えてしまいました。ちょっと右に外れてます。ドローがかかってちょっと足りませんでした。
ドローがかかってピンの右です。河村選手パー3の第2打、アプローチ約10ヤードのアプローチです。いい感じで打ってます。ちょっと打ち切れませんでした。ショートでした。正田選手パー3ダメ15ヤードのアプローチです。平塚選手パー3見事にワンオンしてバーディーチャンスです。惜しい。ナイスパー。河村選手アプローチが少々ショートしてしまいました。ナイスセーブ。ナイスパー。ナイスパー、ナイスセーブ。12番パー4です。短いパー4ですが、白鸚カントリークラブの名物ホールとなっていて、左右にバンカーがなんと10個あります。フェアウェイが超狭いです。フェアウェイキープは絶対条件です。ちょっと右にフェードがかかっていて、バンカーに入ってしまったかもしれません。ちょっとドローがかかりすぎか。ドローがかかってフェアウェイ真ん中、ナイスショット。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショット。河村選手セカンドショット、ピンに向かって飛んでます。ナイスオン。さあ正田選手バンカーからどのようなショットを打つか。まっすぐ飛んでますよ。ナイスショー。さて12番白鸚カントリークラブネイブソール、短いけどバンカーが10個以上。見事3人のプロは2オンしてバーディーパットです。一つは OK バーディーの距離です。さあ河村選手バーディーパット、上りのスライス、ちょっと打ち切れませんでした。ナイスパー。正田選手2人のバーディーパットです。バンカーからここまで寄せてきました。下りは速そうに見えるんですが、
遅いのが今日のグリーンです。八塚選手バーディーパット、ナイスバーディー。